アンデス猫は、食肉目猫カオセロット属に分類される、食肉類。アルゼンチン、チリ北部、ペルー南部、ボリビア体長57から65センチメートル。尾長が28から40センチメートル。体重3.5から4キログラム。尾は長く、口実のように長い体毛で覆われるため太く、円筒型に見える。背面は4センチメートル。 尾は3.5センチメートルの長く柔らかい体毛で密に覆われる。背面の毛衣は肺褐色で不明瞭な褐色の反紋が入る。次回背面に黒く縁取られた白い反転が入らない。腹面の毛衣は白い。腹部や獅子には黒い反転が入る。尾に8から9本の木褐色や黒の臨場反が入る。個体もいる。次回は大型で丸みを帯びる。は 門氏が上下6本、剣氏が上下2本、小球氏が上顎6本、価格4本、大球氏が上下2本で計30本。標高3000から5000メートルにある岩が多く破の、点在するステップに生息する。植生は動物食で小型哺乳類、鳥類などを食べた例がある。繁殖形態は耐性。放牧による獲物の減少。 および牧羊犬が野生化したイ犬などによる生息数の減少が懸念されている。ありがとうございます。